fucking laser sights, the more crutches you have. ダメ出しのペ全く使えないにょん。あれは相当実力ないと使えんオペレーターやな。冷戦なんとかしてよ。そう言うと思って助っ人呼んできたよ。不思議な様ご機嫌用心のペ研究会会長の天使ですわ。こいつ噂のマゾッコやん。絶対研究なんかしてないじゃん。早速この言われよう。ゾクゾクしますわ。なんやこいつキモいな。まあ腕は自称一流だから信用してみようよ。自称の時点で信用ならんけど。まあいっか。最強ショットガンスタノバキャン使わんのか。本当苦手。あ、MP5SD のバレにくい面ではなかなか強いですわ。あれそういや1ラウンド目どこ行ったの。敵が確保地点に来なかったのん。荒く外で引くなんて用の M の才能があるわね。ちょっと黙ろうか。で天地防衛側の真の抵抗はどんな感じに使えばいいんや。そうね、基本自分の体に当てて車用の感覚を味わったりするのがいいわね。上級者なら自分に当てながら敵を倒すがいいプレイもいいと思うわ。お前は何を教えてるんや。私たちが聞きたいのは愛好の正しい使い方なんやけど。んなもん知らないわよ。プロの動画でも見ときなさいよ。用務こいつやってるか。アッコ人にどうぞ。え、ちょっと何よ。私に何をするつもりなのよ。その長い間で何をするつもり。まさか乱暴する気でしょ。うっそやろこいつ。ここまでしてもニコニコしてやがる。そいつはいじめられるほどアナウンサー並みの笑顔になるからほっとくのがいいよ。結局こいつろくなアドバイスくれなかったし、実戦で使いどころ学んでいくにょん。ウフッキバナの方もあるから楽しみにね。まさかのエコーデリスキルですか。アキさんプラスタック基準でやるのはさすがにな。リスのよりは当たったな。ぶちのめしてやろうと思ったけど、開幕リスキルは敵がかわいそうだし、ここらでやめとくにょん。ただのリスキル失敗クソエイムやな。敵さんはちょうどいいくらい20段くらってたわね。残念だけど天使以外20段くらって気持ちいい選手はいないと思うよ。あっち方三振だ。業務がリスキルミスったせいで代わりにあいつは。え、今の私のせいなの。失敗はチームの引きを下げるからね。マイナスいいよ。こういう点が妥当だね。その数字やめろ。しばらく何も起きんからカットやで。敵さっきの試合は遊びだったのか。舐めてるな。ぶっ潰してやる。私は舐められても。はい、実況に集中しよな。ドローンで見てきたから来ると思ったけどいないな。姉ちゃん後ろから足の前に侵入してたんだ。初心者も呆れるレベルでクソエイムだったね。さてドローン使うとしますか。これやられると本当に酔うよね。うつ主船酔い、車酔い、画面酔い、全部持ってるからもっと調節しろよって言ってたな。とりあえずビアードに隠し射撃しといたにょん。酔ってるうちに攻撃しかけたいけど間に合わないね。今なんかいたわよ。うん、あれ敵かどうか判断つかないからここでガン待ちしとくにょん。今おる場所隠れる分にはいいけど、エリア入られたらやばない。正面から来るかもしれないし、まだ味方三振でないから大丈夫にょん。3対3これで互角になったね。ダメだ、敵の場所わかんないし、もう一回ドローンで偵察しよう。あっ、味方が生かされた。大丈夫か。敵入ってくるで。大丈夫だ、俺は味方を信じている。現実がこちらになります。だ、大丈夫にょん。私はアーマー3プラス HP マックスだにょん。大丈夫そうじゃないし、階段グラビにロックされてるし、積んだな。こうなったら特攻して死んでやる。そこそこやらへんぞ。このラー油だから回るべきか、それとも正面。試合終わってますよ。生き残ること選ぶとかほんまクソやな。そうよ、M なら潔く特攻する。あんた謝れ。もっと、まあ M がどうとかは置いといて、今のプレイはかなり恥ずかしいよ。反省してね。動きをつけます。さて次も新オペだね。火花はバンディットの邪魔をする。勝てる身の代わりに上補強を開けるのが一番いいわね。なるほど。エッサラまともな解説やん。変態解説も聞きたいのかしら。言ったら殴るよ。やっぱり火花は自分の真下に打って。言ったそばからふざけんな。聖戦様ありがとうございます。こいつうざい。てか天使がアドバイスくれたのに、ヨウムは何しとんや。この試合の途中に開けれること知らなかったなんて言えない。後付けだもんね。仕方ないね。そんなことより縛られたい。こいつ直接の前に。お前らどうした、頭おかしいんか。あ、ごめんごめん。この試合は上開ける前に詰めれるかなって思ったから言ってないにょん。確かにどっちの補強かでも開けれてるし、中の敵も少ないし。か、とりあえずドローンで偵察するにょん。その1、人数少ない時にいると遊撃隊にやられるよね。今は人数多いし問題ないにょん。今負傷してるハゲブラさんおったな。そこ見えにくいけど、下から覗けば終わりなんだよ。ナイスサポート。ここからどうするの。敵さん遊撃多いし、さっさと勝負つけに行くにょん。敵人質部屋に確認。ってことはこいつ倒したら入れるね。エネミーダウン。一気に決めれそうね。いや、今日の味方自分とも肉ソエイムだったから油断できないよん。カメラ壊してないやん。危ないな。たかがカメラ出しって油断してると大変なことになるからね。打ち合い出したわ。そろそろ来るわよ。了解。一旦リロードして。残念、そこはヨウム様が通さないよん。結構危なかった気がするけど、勝てたらなんでもいいよん。今のことにしたよな。あのイネレミリア、今のは味方を助けるための射撃だよ。スレッジさんこっち見てるぞ。お前今横取りしたやろ。まぐれヘッショで死んだかもしれないじゃん。許してにょん。それもそやな。まあ許したろ。お詫びになるかわからないけど、代わりには私のこと気にしてないわよ。はい、次のラウンド行くで。はい、どうもサナエです。シワコです。今回からコメント返しの時は画面にネタ動画を流しながら返信しようと思います。じゃあ早速読んでいくよ。厳しくてもいいから咲夜さんをください。ははサナエが向いてくれると聞いて。なんだこいつら語るぞ。
大丈夫ですよ、すでに昨夜さんに処刑されてますよ。それもそうだね、ほっとくか。ウポツンラー用務の顔が神経にかぶって一人で笑ってたよ。ウポツンをアリスさんの回線の悪さは Y が引き継いだ模様。パルム回線弱者説あるね。私たちも無限労働良くなりますし、パルムに入る人は回線に気をつけてね、呪われるぞ。ウポツですよ、やっぱり欠陥は C にはなって。ウポツです、その人いいやつだったよ。あいつはコラテラルダメージが軍事目的のためのイカラク。欠陥の銃は誰でも使えて強い最強武器だね。初心者さんにもおすすめだよ。ウポツですってよ。欠陥の銃 SG か SMG どっち使ってますか？僕は SMG を使ってますよ。いい試合だけを動画にするからある程度。そうだな、ここに SMG が安定かな。このネタで SG 持っていくことはあるね。もちろんタプレッサー付きです。異論は認めません。これでジョンズかな。いつもウポツやタのコメントしてくれている皆さんありがとうございます。そういえばこの動画クリスマスに公開なんですよね。皆さんが良いクリスマスを過ごせるように祈っておくね。たたり神が祈って大丈夫ですかね。いやー、カービーボール欲しすぎてニュー 3DS 買おうか迷ってるニョン。業務は人の動画に感化されすぎやわ。カービーいいよね、私もあんな感じに打たれたいわ。何やってんの、コメント返し終わったよ。マジか、ロボボプラネットの話しようと思ったのに。なんで延長になってんや。さっきのラウンドはどないした？敵さん攻撃のトップ強すぎ。どちらかといえば業務の判断ミスで負けたって感じだけどね。こっち久々にドローン操作シーンやな。需要なさそうだしいいかなって。むしろ要素と戦いそう。じゃあ需要なしってことでカット。アームタクカが打ってほしいな。今ガン待ちしてたのに倒せなかったよね。チラシプレイは求めてないからさっさと倒してよ。アッシー4トンできたで。私味方守ってくる。で、ちょっと何してんの。何あいつ。ホットケルミリア、あいつはそういう人種だ。被害は天使だけか、問題ないね。ここは上からの攻撃さえ対策すれば問題ないからね。今みたいに前ばっか見てると3階からやられるから気をつけてほしいよ。半面強視プレイやな。おそらくこの奥に敵がいるんだけど、ここ打ち合い上手い人じゃないと帰り討ちに合うからね。まず用無じゃ無理だね。ふくっ、甘いでウサギちゃん。甘いのはそのエイムやねんけどな。残念でミリア強の私はスーパーできる。このエイムさんなんだで言われてもうざいだけしね。そこまで言いますか。妥当やな。妥当すぎて感じてしまうわ。うわっ、お前言ってたのか。手形消えて剣を縮め。これどうかしら。剣取って知ってますか？仕方ないわね。今はどんな状況なのかしら。ハッチバナだよん。こんなんで破壊できるんか。これ感覚詰めないと空いてるのに入れない現象起こるんだよね。ハイウェイが中途半端に開いて悲しいことになっております。どうすん、味方片方からしか入れにゃん。まあ敵の裏取り防止ってことで。ごめん、やられてしまったわ。アリスが死んだか。死んだアリスの思い、私が引き継ぐよん。クラブ立てたな。死ぬことを引き継ぐのね。話変わるけど今回ちゃんとドローン見てるな。最近前よりドローン見て戦ってるよん。今まで見てなかったのか。パルムは脳筋の集まりやからな、仕方ないな。今回も中身的なし。おそらく入らせて裏取り狙ってるんだよん。甘いで、ヨウム一人いるぞ。ヨウムで見えないけどグレで一人倒してくれたみたいやな。相変わらずのガバガバクリアリングだね。じゃもう入っちゃいましょ。でそっちにいるのは分かってるから倒すよん。ナイスキル。あとは奥の部屋にいるのかしら。大丈夫だ、そいつは俺が倒す。このラウンドスレッジさんかっこいいな。さてあと一人やな。あ、クレイモア引っかかりよった。時間ない時のクレイモアは最強だね。結局一回も死なずかチキン野郎。無理な戦いはしない。これは当たり前だにょん。動画的には爆死やらクソエイムシした方が見栄えねんけどな。そうよそうよ、負けに気持ちよいからいっす。じゃあ今回はこの辺で。せやな。ご視聴ありがとうございました。エイコ悪魔どうして私の出番が全くない。知らないくすよ。それより今回は第2回ゆっくりと虹を学ぼうのコーナーなんすから、解説お願いしますよ。靴仕方ないやるとしますか。今回紹介するのはおそらく初心者でもできる簡単爆弾設置法です。これ実際成功率高いから爆弾設置苦手なら試すといいっすよ。ちなみにおすすめオペレーターはキャプターを。アッシュです。キャプターなんて持ってねえよって人はバックまた入る MG 持ってるオペ持っていくんだよ。でもできるだけキャプターの方が良いわね。なんですか。そりゃアリア銃を燃やす炎の闇、リア銃爆破のグレも持ってるからよ。私はお嬢様とクリスマスを過ごす予定だったのにな。なるほど、悲しいやつだな。いてて。腕昨夜さんついたけどどうするんすか。有刺鉄線があることが多いからグレネードで破壊していくわよ。そして今日はクリスマスだからもう一つおまけであげるわ。そして殺敵用の炎の矢奥は、あっさり爆発した。彼はリア銃だったのね。味方さんまさかのスタンを爆。スタンはいいとしてある程度殺敵したらスモークチップを打って周りを見えなくさせるわ。ちなみに動画ではもう設置しているけど、野良でやるならきっちりクリアリングすることね。じゃないと決め打ちでやられることがあるよ。設置できたらあとは簡単、外で爆弾警戒班と周囲警戒班に分かれて守ればいいわ。ここで作付き LMG があると敵はとてもお得を持ってくれるぞ。ヒューズの LMG がベストね。この作戦は一撃戦でも使えるんすよね。そうより無敵を追う敵相手にはかなりの威力を発揮するわ。ってことはこれって最強の作戦じゃないっすか。初戦なら大抵成功するけど、2回目以降や敵がかなりの上級者パーティーだったりするときついわね。なるほど、万能ではないんですね。ご覧の通りこうやってエリア外に飛び出す敵も多いので気をつけましょう。自分クソエイムやワボケって人は後ろに下がって隠れながら見てもいいっすよ。いかがだったでしょうか。この作戦は必ず成功するわけじゃないので、失敗したら天使さんのせいにするんすよ。ではまたどこかで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。